胎児教育。子供を産まない女性が増えて少子化が進んでいますけども、ベビートークという胎教向け携帯型音響用具がこのほど発売されました。漢字がいっぱいです。これは父親の声をママのお腹の中にいる赤ちゃんに送ることができるという画期的なマシーンなんだそうです。パパの声をママと同じように骨を伝って伝えることで、出産直後でもパパの声に反応するようになるということです。このベビートーク、お値段は1つ7万4000円です。でもあの月額5000円でレンタルもできるそうですから、あのお二人もぜひ借りて、妊娠中のお母さんと仲良くなりますと、よその子のお父さんになれるといういたずらも可能ですが、よその子のお父さんになっちゃうの、パパですよっていうの。だからそうすると生まれてすぐに、そしたらその子があちこちに反応したじゃないですか。そうだよ、いろんな人がいっぺんに聞かせたらどうなるんでしょうね。もうちょっと自由にさせてやるよ。もっと自然でいいですよね。そうそう。ねえ、何もそんな。そうじゃなくても今ほらなんかこうすすかしておちんちんついてるかついてないかっていうとかね。そんなことしたりほらもうやれあのマタニティコンサートとかやってね。なんか胎教にいい音楽を かけるとか、ありますね。なんかそうしなくていいっつねや。もっと自然でいいと思いますよね。ねえ。もっと自然に。本当に。なんかいつも聞いてる。テレビ聞いてたりラジオ聞いてたりギャ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 言ってるっていう、それがうちじゃないよ、うん、そこのうちの。そうです。よそ行きになっちゃダメだって。でもっていうことは、そういう外から聞こえる音っていうのは、うん、ちゃんと聞こえてるっていうことが実証されてるっていうことなんですかね。だから大気音楽とかね。そうそう、だからなんかほら、うん、あのわけわからないこと言ってるのは、うん、聞こえてるからなんですよ。なんかわけわかんないこと言うらしいじゃない、子供は。おしゃべり出した時に、でわけわかんないから、あ、なんかいろんなこと言ってんのねって見過ごしてるけど、うん、聞いたりして覚えるわけだよ。じゃあすでに聞いてるってことだね。聞いてるってことなんだ。へそのとこから聞こえるらしいよ。へそから。嘘だって。なんか今週のお二人がすごく意地悪な気がするんですが。なんでも気がするね。ひどすぎる。今度でもね、あの妊婦の腹向かってアイーンってやってよ、ずっと。目が涙目になってきましたよ。でもアイーンアイーンばっかり言ってたら、生まれたらすぐアイーンって言うかもしれないな。そう。だってそうやって出てくると思うよ、多分。手がこうやって。出づらいな、お前ら。そう。手からこうくーって。すごい難産って。受け口になってるな。目がうつろになってね。いろいろ考えるな。でもいろいろ考えますね。ねえ、本当に育児ボードもね、いっぱい出てます。やっぱこれね、ビジネスだからよ。金儲けしちゃいけないって、こういうのは。74,800円ですからね。ねえ、高いよな。高いと思うわ。これは高いと思う。もうちょっと待ったらもっと安くなるでしょう。じゃあもうちょっと待ちましょう。では一曲お送りします。お、これをずっと聞かせていたら、やっぱりそういう体勢で出てくるのかもしれません。バカ殿様とミニモニ姫、アイーン体操。中田選手、でもね、言うてしまうとあれやけど、はい、密かに応援してるわけ。密かに応援して勝手に勝手に、うん、ワールドカップを見たんですよ。そしたら図抜けてたよね、その時は。あ、この人が中田選手はパスがもう全然追いつかない、みんながね、まあこいつすごいわと思ったと思って。いや、それとでやっぱり密かに応援すると言いながらね、ローマまで行ったんですか。イタリアまで行きました。あら、見に行った。見に行きました。で向こう行くとね、なぜか日本人ってすぐ分かんよね。ほうほう。イタリア人には、あ、そう、中田中田とか言われて、違う、触った。誰見ても言うよりあれ。誰見ても中田中田です。桜井さんのスポーツ、はい、お好みでしょう。あ、これ焼酎。焼酎。芋焼酎。黒塩っていう、ね。芋焼酎。ロックンロールって書いてますよ。そうそう。なぜかね、ロックンロールで書いたんで、ね。お酒は結構、先ほどは拓郎さんに酔わされたって言ってましたけども、飲まれるんですか。大好きです。あ、大好きなんですか。ガチャガチャマシーン行きましょう。行きましょう。よい。ガチャガチャマシーン。さすが、回してください。いろんな質問入ってます。佐田さん、こういうの昔やったことあります。俺たちの頃はこんなもんなかったよ。あ、なかったですか。うん、なかった。え、どうやってますか。いや、忘れてる。お
回さない。おっさんおっさん、はい、ここ回したら少年隊の日記と同じになってまいりますよ。ねえ、21世紀になってもやっぱり真似したい大スター沢田研二さんにお願いです。僕たち2人が歌う時に魅力倍増できるナイスなアクションを伝授していただけないですか。そうですよ、やっぱりこう魅力的なあのダーリン西もこうやって自分で舐めて指を刺す、あーでもセクシーじゃないですか。何かないですかね。でも大体やってんじゃないの、いろんなこと。そうでもない、そうでしょうね、大体やってるやん。パラシュートは背負ってないですね。そうやな、やっぱり何が面白いかっていうと、ね、そのギャップが面白いわけでしょ。ギャップがね。わらじ履いたりとかしたらどうやわらじミノ食べるミノじゃないのミノね、ミノね、傘。ラブラブ愛してるはあなたと共に豊かな21世紀を松下電器の提供でお送りします。ゲストに沢田さんに来ていただいたわけですが、今日はいかがでしたでしょうか。いや楽しかったですよ。あ、大さん、今日は何どうしました。そうですよ、沢田さんが何年ぶりだったんですか。いや、なんか昔はユニットを組んでそうやられて、結構各地の女をナンパしたっていう。女ないですね。ないですね。え、本当のことし、どうなの。ええ。どこなんですか。ええって志村さんじゃないですか。ええって言ってるね今。同じだよそれ。健さんが沢田さんの演奏なさってた時に、うん、もう、何年。20年前。20年前ですよね。こんな健さん出てきたの。そう前だ、まあ、今もう面影ないっすよ。髪の毛もうるせえな。もう一番ナーバスなところ来るよ。冗談じゃないよ。さあ、ワンワンオールスターでした。今日のゲストは沢田研二さん。